皆さんこんにちは、キラです。今回の動画はドライバー、特にドライバーの飛距離についてお話ししていきます。その中でも今回は体重の移動ということにフォーカスを当てながらお話ししていきます。まず最初に皆さんに3種類ドライバーのスイングを見ていただきたいので、まずそちらの方からご覧ください。はい、では今3種類スイングの方を見ていただいたんですけども、それぞれ3種類特徴的なスイングだったと思うんですけども、1番、2番、3番このスイングの中でどのスイングが良かったのか、そういったことも考えながらこの先動画を見ていただけるといいかなと思います。この3種類のスイングの実際の打球データ、あとはどのような目的を持ってそのようなスイングをしたのか、そういったこともお話ししていきます。この3種類のスイングを読み解くことで、ドライバーでボールを遠くに飛ばしていくためのヒントというものがわかるはずです。ぜひ最後までご覧になってください。それではやっていきましょうか。今回ドライバーの体重移動についてお話ししていきますが、この体重移動という話をしたときに、我々プロの意見、それと一部のアマチュアの方の意見と大きく食い違うときがあるんですね。基本的には僕の考え、もしくは、まあこれはプロの総論と考えてもいいと思うんですが、体重移動というものは行われます。ただし、体の軸を大きくこのように揺さぶるような体重移動はほとんど行われないということですね。ですので、体重移動というものは基本的にはアマチュアの方が考えているよりも、ものすごい狭い範囲で行われています。実際ゴルフのスイングでは、構えてからバックスイングのトップの位置、そしてインパクト、フィニッシュにかけて、このように体が右、左に動く動作というものは起きてますね。ですがこれは体重移動ではないですね。結果的にそのような動きになっているだけで、これを体重移動として捉えてしまうと、一部の間違った意見というものが誕生してしまうんですね。実際ゴルフのスイングでは、構えてからバックスイング、トップの位置から切り返しのきっかけとして腰が少し左方向にスライドするバンプという動作が発生します。これはいわゆる体重移動という状態ですね。ただしこの腰が左側にスライドする動きは、手元が下に降りるその瞬間にはすでに回転の動作に変わっていきます。そしてこのまま回転を維持してインパクトまで向かいます。つまりバックスイングトップの位置からインパクトまでは腰のわずかに左に動く。このような体重移動は発生しますが、その後は一切体が左に流れるような動作は発生していません。つまりボールに対して体をぶつけていくような、このような体重移動っていうのは今現代のプロのスイングでは行われていないんですね。もちろんこのバンプの動きは人それぞれスライドする大きさがありますので、例えば大きくこのようにグッと腰を移動させるようなプロもいれば、本当に動いているか動いてないかわからないぐらい細かな動きで回転する動作、プロもいます。ですが共通することは、切り返しのきっかけとして腰は動きます。ただし、クラブが降りた時には、すでにそれはもう回転の動作に変わっていくんですね。ですが、ここで勘違いしているアマチュアの方は、バックスイングのトップの位置からインパクトにかけて、このように体を
左方向に突っ込ませなきゃいけないと思ってるんですね。これがドライバーが飛ばない一つの理由になってきます。ほとんどのプロがバックスイングトップからインパクトではこのように左足に角度が出ています。なおかつこの背骨の角度ですね、背骨の角度がアドレスの時に少しこのように後ろ方向に倒す、この背骨をチルトしている状態から数字言うと2度から3度ぐらいだったと思うんですが、ほとんどの PGA のプレイヤーは体をこのように背骨を寝かしています。この背骨の角度はインパクト時にはさらにもう2度から3度ぐらい寝るというデータがあるんですね。ということは体はここに留まってるってことですね。極端にやると左方向に移動するような動作がもしあったとしたら体はこのように寝かせないですよね。ですので今一般的なドライバーを遠くに飛ばしていく方法っていうのはインパクト時までは体重の移動は極力行わないのが主流だと言えると思います。僕の見解では体重移動に関しては以前は少し目に見えてわかるような体重の移動を行っている、そのような打ち方をした方がドライバーは飛ぶこともあった。ですがクラブの方もどん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 進化してきて、今のクラブで最適な打ち方というのは体をこのように揺さぶっていわゆる体重移動をする、体の重みで飛ばしていく、そのような打ち方から軸を意識した回転する動作に変わってきているんですね。今のクラブではなるべく体の回転、腰の回転を意識してクラブのスピードを単体で上げた方が飛ぶということです。そのような考えを持っていただいた方がいいと思います。では実際に冒頭で3種類違う打ち方をしたんですが、1個目はいわゆる体を大きく揺さぶるような体重移動をしています。2個目は体重移動を全くしてない状態ですね、いわゆる手打ちという状態です。で3番目が極力体重移動を行わない、インパクトではしっかり我慢をしてその後自然とクラブによって体を流していく、そのような打ち方をしています。実際にその3種類打ち方をしてデータを見ていきましょう。今回スカイトラックのデータとそれとヘッドスピードですね、こちらアトラスのヘッドスピードの測定器、こちら2つ用いながらやっていきます。まあ、スカイトラックだけだとちょっとヘッドスピードの算出方法が違いますので、これ単純にクラブのスピードを測ってくれる、こちらも一緒に併用してやっていきます。さあではまず最初にいわゆる手打ちの状態、皆さんが言うようなこの右左への体重移動、それを一切行わないように打ってみます。さあデータ見ていきましょう。まあまあ飛んでってますね。キャリーで261ヤード、トータルの飛距離が280弱ぐらい、278ヤードですね。ちなみに、ヘッドスピードは映るかな、こんな感じですね。ヘッドスピード 49.9 ですね。ヘッドスピードの割にはそのボールに対してまあエネルギーが伝えきれてないですね。ですのでまあちょっと飛びが悪いという状態ですね。それでは次は目に見えるような体重移動を行いながらボールを打っていきます。バックスインからインパクトにかけて体をこのようにボールの方向にぶつけていくような打ち方ですね。さあ見ていきましょうか。よいしょ。距離的にはちょっといまいちですね。キャリーで256ヤードの
トータルが268ヤードですね。やはりこう、体をぶつけていくような打ち方をしているので、まあ、インパクトの効率が悪いですね。まあ、スピン量が多いということからそれが見受けられるんですが、まあ、実際体を揺さぶるようにしていくと、視点も安定しないで、ヘッドスピードもちょっと出てないですよね。実際、アトラスのヘッドスピードの測定器だと47.6ですね。先ほどの手打ちの方がヘッドスピードは出てますね。この辺は皆さんに判断していただくしかないんですけど、意図的にヘッドスピードを落としてるわけではないんですよね。動画の中で見ていただいて、しっかり振ってるなっていうのを皆さんに伝わればいいんですが、決してゆっくり振ってるということはないです。僕の中で一生懸命振ってますね。では最後、普段僕が皆さんに推奨しているようなバックスイングトップからインパクトまでは極力体重移動を行わせないように我慢して、頭背骨を中心とした支点を作って、しっかりクラブを加速させていく。そのような打ち方で打っていきます。さあ、データ見ていきましょうか。キャリーで283ヤードですね。トータル299ヤード。やっぱりこの打ち方が一番飛んでますね。初速もやっぱり一番出てるんで。実際のヘッドスピードは、こんな感じですね。48.5。ボールスピード74近く出てるんで、まあまあいいですね。まあ今3種類打ち方データを見ながらお話ししていったんですが、動画の中で皆さんが見て、僕が明らかに力を抜いて振ってる風にはおそらく見えなかったはずです。手打ちでビュンビュン振った方が一番ヘッドスピード出ましたね。ですがやっぱりヘッドスピードは速いだけで飛ぶとは限らない。しっかりインパクトの効率っていうのも意識していかなきゃいけないので、トータルで考えたときに、しっかり軸を安定させて、この骨盤の回転だけで重心を移動していくような、そのような体重移動を行った方が、一番ボールに対してはエネルギーを伝えることができましたね。ですので、練習の時からトップの位置から体を極力このように左に流さないように、普通に振れば体は左に流れます。左に流れないように、我慢して我慢してインパクトをする。それがボールを遠くに飛ばすための推進力につながっていくと思ってます。ぜひ実践してみてください。それでは今回動画以上になります。ご質問、ご不明な点ございましたらコメント欄までお願いします。それではどうもありがとうございました。